工房説の永田です。くさびと書いて説と呼びます。今日は11月の29日月曜日夜11時前ぐらいなんですけども、神戸の国営さんでのイベントが終わって、まあいろいろ寄ってきまして、やっと帰ってこれました。明日いろいろメールチェックしたいと思います。はい、本当に国営さんのイベント、今回も本当に多くのお客様ご予約していただいて、整理券の方を取っていただいて来ていただきありがとうございました。もう本当にね、ちょっとバッタバタでなかなかね、いい接客ができてないなっていうのか、ちょっと20分厳しいですね。はい、思いました。はい、20分、東京ペンションとかも含めて20分っていう時間、なかなか決めきれないっていうのもやっぱりありますね。難しいです。でも本当今ちょっとブームということもあって、なかなか多くのお客様に見ていただくということに関して、今この時間20分という制限の中でやっております。本当申し訳ございませんでした。でもうちょっと本当ゆっくり見ていただいて、もう少しねお話ししながら、せっかくコロナ落ち着いてきたのでね、お話ししながらというのも感じてはおりますが、まあちょっと皆様には当てて選んでいただいてということで、本当申し訳ございません。またね、春、関西の方はね、今度は春3月の19日ぐらいの3連休に、長沢文具センターさんの方ですね、L 三宮本店の方ですね、こちらの方でまたイベントさせていただきます。また予約制にはなると思うんですけども、またその辺の情報はね追ってお出しできるかなという感じで、まあ、その時はね一応3日間の予定でいるんですよね。せっかくの3連休ですので、なのでね、もうちょっとまあ一人30分ぐらいのお時間とってゆっくり見ていただければなというふうに思っております。そしてね、文具センター長沢さんの方、三宮店の方なんですけども、もう知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、神戸ペンションの時から、まあシャーペンとルーチャペンっていうのを置いております。で、少し納品、またさらにね、国営さんのイベント後、納品してきました。ただ、まだ、物を渡したのみで納品書も何にも書いておりません。多分販売されるまでちょっと時間いただきたいなという感じでございます。そして、手前に映ってるボックスオープナーですね。接オープナーという名前に勝手につけておりますが、はい。こちらの方はね、長沢さんの茶屋町店の方にね、ちょこっとだけすでに置いてきました。こちらもね、まだ納品書も何にもかけておりません。はい。今週中には送って、週末販売できればなと思っております。なぜかっていうと、長沢さんの茶屋町店の方、今週末、僕が静岡でいるときですね、その時、万年筆サミットなんです。はい。今回僕参加しておりませんが、まあやっぱり、インクブームです。インクがすごいんです。そしてそのための付属するインクを使うためのガラスペン、そしてインクも含めて、まあ、たくさんの出店者が長沢文具センターさんの茶屋町店の方ですね、に来られるので、まあ、その時のね、オープナーとして少し、まあ、そんなにちょっと数がね、僕も在庫がなかったので置いてこれませんでしたけど、こちらの方を販売していただけるようにちょっと今調整してきましたので、僕の方も頑張って納品書書いて、ちゃんと箱も送って、木のカードも送ってやっていきたいなと思います。でね、まだ茶屋町店さんの方にはまだシャーペン並びにボールペンっていうものは置いてないんですけども、まあこちらの方は三宮のみですね。で、今三宮の方に逆に言うとこちらのオープナーがない状態です。はい。そして三宮の方ね、ボールペンに加えて、三宮の
本店の方じゃなくて本店の中にさらにある高級万年筆コーナーの弁っていう方ですね、そちらの方でコンプロットの販売を開始していただく予定で納品してきました。なのでまたね、コンプロットがなかなか店舗で買えないっていう状況がちょっと今年続いてきたんですけども、やっとこそまた神戸でも販売できるという形ですので、またよろしくお願いいたします。でね、インクの方は茶屋町店、そして三宮の伝さんの方ですね、伝の方でもインクの方は僕のインク、鉄インク4種類販売しておりますので、またそちらの方も見ていただければなと思います。一応試しのやつも渡しておりますので、その場でね試していただいて色見ていただければなと思います。で、僕の方はですね、はい、今週末静岡の四つ葉商会さんの新静岡店の方ですね、5階の方でイベントさせていただきます。国園さんのイベントの YouTube 見ていただけた人はわかると思うんですけど、あれぐらいの量を持っていきます。で、国園さんのイベントと同じく、まあ、オープナー、そしてインク、万年筆、そしてコンプロット、万年筆ケースですね。こちらの方は整理券なしでも、買えますので、上がってきていただければなと思います。ただ、まあ、基本的にペンを選ぶ方がいらっしゃいますので、混んでる場合は、ちょっと順番にという形にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、インクの方もがっつりちゃんと持っていきますので、どうぞどうぞ来てください。そして今年はあと12月に東京四ツ谷クリパですね、そちらの方参加させていただきます。今僕クリパの方はね、基本的にその整理券とか入場券とかありません。もう普通に来ていただいていいイベントなんですけども、工房施設の方、まあ先ほど言ってるインク、万年筆、コンプロット、このオープナーの方は工房施設のブースでも整理券なしで見てもらえるようにちょっとブース確保しようかという状態なんですけども、ボールペン、そしてシャーペンの方ですね、まああとは新ケースとかこういう小物類はどうしても整理券必要です。すでに YouTube 並びにブログで言っております。見てください。でもですね、一応東京ペンショーで来ていただいたのに僕のブースを見れなかったっていうお客様が本当に多数いらっしゃいます。一応その方にはシール並びに整理券の方を貼っていただいて送ってくれれば、優先的に土曜日の午後、そして日曜日の午前中の方ね、早い時間の方、その方優先とさせていただきます。来て東京ペンショーにはね来れなかった、四ツ谷のイベントのみっていう方はちょっとね、どうなるかちょっと分かりませんけども、まあなるべくね多くの方に見ていただこうとは思っておりますので、また往復はがきの方、整理券の方お返ししたいと思います。またね、シャーペンじゃなくって言ってる万年筆、コンプロット、まあオープナー、インク、そしてボールペンのみっていう販売イベントがまた東京すぐ1月の9日、一応1日だけなんですけどもやる予定でおります。こちらは神戸派計画さんの方の東京事務所ですね。はい。表参道ですね。そちらの方で開催させていただきます。そこはね、もうなるべくゆっくり、1時間3人とかにしたいかなと思っております。もうゆっくり僕と喋りながら、まあ、ボールペン並びに万年筆とか、まあ、木についてね、お話ししたいと思います。ただ、本当にシャーペン、絶対に持ってきません。で、絶対販売しません。なので、シャーペン欲しい方は、別です。何かしらその時にあります。ちゃんとどうすればいいのかっていうのはまたちゃんと情報出しますので、シャーペンが欲しい方はそのイベントでは
1月、ね、9日のイベントでは販売しませんので、大丈夫です。ボールペンが欲しい方、マネスが欲しい方、そういう方のみで今回は大丈夫です。そういう今回はイベントとさせていただいております。はい、長々お話しいたしました。またよろしくお願いします。